サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティクス。スチームの力で未来を作ろう。さあ、今日はどんなミッションが出てくるのかな？近年、頻繁に日本を襲う局地的な豪雨災害や台風。気候変動は今、大きな社会課題の一つだよね。うん、特に日本は台風の通り道だってよく聞くよ。台風の発生する割合は昔とそれほど変わっていないんだけど、気候変動によって実は今一つ一つの台風の勢力は拡大し続けているらしいんだ。それにより建物や電信柱が倒壊したり、地滑りや土石流、高潮など様々な災害が起き、人々の生活だけでなく生命までも脅かす脅威になっているんだ。いやー、怖い。でもさ、豪雨や台風ってそもそも自然現象だし、こればっかりは人間の力じゃどうすることもできないよね。いや、実はそうとも言い切れないんだよ。え、そうなの？今、人間の手で気象を操ろうとする研究が始まったのを知っているかな？けれど、それを実現するためには同時に様々な課題を克服する必要があるんだよ。そうなんだ。そこで今回のテーマは、今日本で進められている気象操作の研究、それがムーンショット目標8。ムーンショットプログラムとは、2050年までにこれから激しくなる台風や豪雨、そういったものをなんとか勢力を落とし、被害を出すような風水害、その脅威から解放された安心安全な社会を実現することを目標にした取り組みになります。今私たちが進めている研究は、どうやったら強い台風の勢力を弱くできるのか、その介入手法をいくつか考えて、コンピューターの中で数値シミュレーションという手法で台風の勢力を落とす方法を試しています。へえ、一体どんな方法があるんだろう。まあまあ焦らないで。それを知るには、まずそもそも台風がどんなメカニズムで大きくなっていくかを知る必要があるよね。今皆さんがご覧になっている台風のこの、イラスト、これは上から切った断面図になります。台風の中心には、雲のないところ、それは台風の目と言います。その周りは、壁雲といって、鉛直に立った雲があって、上空は中心から外へ広がっています。台風の中心付近は実は、同じ高さの温度と比べて暖かい空気、我々はこれを暖気核とかウォームコアと呼びます。確か空気が暖かくなると気圧は下がっていくんだよね。そう、気圧が下がると下から空気が集まってくるから、上昇気流が大きくなっていくんだ。台風は暖かい海の上で発生します。暖かい海なので、実は海水から水蒸気がどんどん蒸発しています。で、この水蒸気が下層の中心へ向かっていく風に流されて、台風の中心に水蒸気を運んでいって、それにそれを上空に持ち上げて、水蒸気は凝結して、雲になります。雲になった時に実は熱を放出して、これを暖気核を作っているわけです。熱が放出されるとまた気圧が下がる。するとさらに風とともに多くの水蒸気が運ばれて雲ができる。この繰り返しで台風の勢力は大きくなっていくんだよ。なるほど。つまり水蒸気は台風にとってのガソリンみたいなものなんだね。そう。それを踏まえた上で、台風へどんな介入方法があるのか見ていこう。我々はいくつかの、台風に入っていく、介入していく方法を、検討しています。まずその一つは、航空機を使った介入方法です。航空機で台風に介入する方法の、一つのアプローチとしては、暖気核を直接的に冷やすという方法です。暖気核を直接冷やす？一体どういうこと？
航空機で台風に近づいていって氷やドライアイスをばらまくことで暖気核を少しでも温度を下げることができれば台風は弱まるというアプローチの方法です。暖気核を直接冷やしちゃうってすごくシンプルな考え方だね。そうだね。これが理論上効果があるかどうかを今研究しているんだ。他にも研究している介入方法はまだまだあるよ。航空機を使っていく、もう一つの方法は台風に近づきながら目よりも少し外側のところで雲を作るような物質を撒いていきます。もし雲がそこで発生すると中心に向かって使われるはずの水蒸気が途中の外側でできた雲で遮断されてそっちの雲に使われていきます。そうなると台風の勢力が弱まるという作戦です。台風にとってのガソリンである水蒸気を別の雲の形成に使って内側への流入を削減しようってことか。面白いね。他にはどんな方法があるのかな。それじゃあ次は船舶を使った介入方法だ。台風は海の上で発生しその水蒸気がまさにガソリンになるわけですけども、台風がやってくる前に海にいろんな物質を撒いて海からの蒸発を抑えるようにします。そうすると海面からの蒸発が減って、つまりガソリンが減って台風の勢力が弱まるという、作戦です。海水の蒸発を防ぐ物質の研究も進めていて、海の生態系に影響が出ないよう安全な物質を作ろうと研究を重ねているんだ。そしてもう一つ船を使った介入方法があるんだ。台風がやってきた時に、船舶、しかもこれは無人の船舶を考えていて近づいていって台風 の強い風にも負けないもので、さらに言うと、水蒸気がどんどん中心に行くのもその船の帆などで防ぐというやり方です。台風に入ってくる風と水蒸気を船でブロックしちゃおうってことだね。それだけじゃないんだ。台風は上陸するとだんだん勢力が弱まるって知ってた？え、そうなの？地面やビルなどが増えると摩擦が強く働いて風が弱まるんだ。この現象を海の上で再現して台風を弱めようって作戦なんだ。今お見せしているこの図は台風、これは令和元年房総半島台風、台風15号なんですけども、この台風15号がコンピューター上でシミュレーションされていて今北上している図になります。見て、台風の中心の周りに黒い円があるよね。この黒い円が先ほどの船などのように風に摩擦を与えるもの、つまり風を防ぐものを想定したものだよ。もし船だとしたら相当な数が並んでいる想定だね。こうやって風に強い抵抗を与えた場合どのくらい台風が弱まるのかをシミュレーションしているんだ。そしてこれがその時のシミュレーション結果。横軸が時間で縦軸が台風が持っている最大の風速になります。もしもその摩擦を変えなかった場合はこの黒い線で、摩擦をたった 10% だけ上げた時の線がこの黒じゃない色になっています。それを見ると風は介入してからだいたい 10% ぐらい台風の勢力が弱まっていることがわかります。摩擦を少し上げただけで、台風の勢力というのは 10% 落ちるという結果がこのシミュレーション結果からわかりました。でも 10% 下がっただけだと大した変化はないんじゃないの？そんなことはありません。台風の、風の被害というのは風速の2乗に効くので、もし 10% 減っただけでもだいたい被害は 30% ぐらい減ると思っていいと思います。へえ、台風が 10% 弱くなるだけで被害は 30% も減るんだ。でもこれはあくまで計算上のこと。これを実現させるためには重要なことがあるよね。え、なんだろう。ここは横浜国立大学内にある実験施設。それでは僕たちの実験施設をご案内します。
すごく大きな建物だけど、何の実験施設なんだろう。ここが僕たちの実験施設になります。え、何これ、水がいっぱい張ってあるけど、プール？はい、ここはまあプールを海に見立てて、台風の勢力を弱めるためにどのような船を作るべきか、どういうオペレーションをするべきか、まあ、そういったところを実験するための施設になっています。そう、実際に台風に近づける船は実現可能なのか、それをここで実験しているんだ。これがその実験の映像。反対側にいる送風機から風を起こして、あとちょっと見にくいんですけど、水のところは波が立ってます。帆も含めてすごく揺れてると思うので、この船にとっては相当大きな波と相当強い風が今当たっている状況です。本当だ、かなり船が揺れてるね。本物の船だったら確実に酔っちゃうよ。でその上で船にある帆の傾きを調整しながら、風を受けたらまっすぐ進むようにうまく制御しつつ、転覆しないかどうかっていうのもチェックをしています。帆の形状や船体の構造、材質、走行の仕方まで様々な角度から沈没しない船を研究しているんだって。台風にも耐えられる船を作るのはやっぱり大変なんだね。さらに驚くべき工夫も組み込まれているんだ。帆をうまく操作することによって、風を利用してこの船を進めることができます。それによって台風の風を利用して進むことによって、台風にずっと追従する動く壁としてこの船は摩擦を台風に与えることができます。すごい、台風追跡型の壁になれるってことだ。それだけじゃないよ、1個工夫してる点があるんですけど、実際この船、今あの実験船っていうのは、単なる風の摩擦を加えるだけじゃなくて、実際船で発電をするための仕組みを備えてます。え、発電？具体的には船の下のところに水中のタービンを仕込んでまして、風で進むとタービンが回って発電をすると。で、そういう重いものが水面より下の部分にあることによって転覆をしにくくするという作用も働くので、一石二鳥というタイプ形で今設計を考えているところです。台風の勢力を弱めながら電力も作っちゃうなんて素晴らしい発想だね。ここまで台風を操作するための介入方法や、それを実現するための研究を見てきたけど、実はもう一つ、全く別なベクトルでとっても重要な課題が残されているんだよ。え、重要な課題？そう、これはぜひみんなにも一緒に考えてもらいたい問題なんだ。皆さんこんにちは、横浜国立大学国際社会科学研究員の笹岡です。国際社会科学の先生？どういうこと？台風制御技術を実際に社会で実装していくためには、技術的にこれができる、あるいはお金がしっかり払えるというだけではなくって、社会がそれをしっかり受け止めているっていうことが必要になります。で、このことを表す言葉としてLCEという言葉があります。LCE?初めて聞く言葉だな。 LC というのは倫理ですね、エシカルと法制度、リーガルと社会、ソーシャルですね、これに関わる課題とか、まあ、影響のことで、簡単に言うと技術以外の課題全部が LC ということになります。技術以外の課題全部ってどういうこと？じゃあまず皆さん、台風制御と聞いてどう思いますか？単に賛成とか反対とか以外にも、いろんなモヤモヤが出てくるんじゃないかと思います。例えば、自然を人がコントロールしていいの？とか、そもそも何するの？とか、またですね、台風っていうのはとっても大きな自然現象です。この丸い枠がですね、台風の大きさを表していますが、まあ、どこで介入するにしても絶対にどこか日本以外の国に影響が出てしまいます。日本だけでなく、韓国などの近隣の国々にもまたがるほど大きい台風、
台風の勢力を弱めるとその国々も影響が出ちゃうよね。でも台風が弱くなるならみんな喜ぶんじゃないの？いや、そうとも限らないんだ。台風の影響というのは風が吹いたり雨が降ったりっていう、それで家が壊れたり瓦が飛ばされたりっていうような悪い影響の他に、やっぱり水をたくさん供給してくれるいい影響もあります。また海の水をこうかき混ぜることによって、そこの生態系ですね、海の中の生態系を維持している、こういう役割もあります。そっか、台風制御によってこれまでの台風のメリットがなくなってしまうこともあるんだね。そう、今挙げたメリットデメリットはあくまでも一例。台風を操作すると様々な場所や人がいろんな影響を受けるんだ。制御した結果、本来は台風によって雨が降って水不足が解消するはずだった地域に雨が降らなかったとか、いろんな影響が出てくるわけです。で、その時に例えば責任の話であったり損害賠償の話であったりっていうことが出てくるので、まずは法的にはこういった安全規制を作らなきゃいけない、実施基準を作らなきゃいけないと。で、もしうまくいかなかったら損害賠償の仕組みであったりとか、こういうものを作らなきゃいけないとか、こういったことも考えていくのが LC グループの役割になってます。でもちょっと待って、まだ制御する方法も決まってないし効果もはっきりとは分かっていないよね。だとしたら今の段階で決められるの？はい、その通りです。一般的に新規の技術っていうのは何が起こるかっていうのがわからないことがまず出発点です。ですのでこの新規の技術と一緒にこうLCを進めていくためには、最初からこういう制度があればいいとか、この人たちに影響を与えるからこの人の合意が必要だとか、こういった賠償の仕組みが必要だとかっていうのをなかなか議論することができません。で、この時点で私たちがやらなきゃいけないことはとにかく何でもやることです。例えばいろんな人にインタビューをしたり、アンケートを取ったり、いろんな本を読んだりして、将来この技術が導入されたら何が起こるんだろうかっていうのを想像しながら議論をしていって、分からないものをどん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 分かってる状態にしていくっていう作業が必要になってきます。で、うまくいけばそこで具体的な実装の姿というのが見えてくるので、実装の姿が見えてくるとリスクというものを判断することができるようになります。そうするとそのリスクに従った安全規制を考えることができるようになるので、その安全規制の下で実証実験っていう、実際に台風に介入する実験をやってもらって、でそこで出てきたデータを使ってまた新しい安全規制を作ってっていうような流れを作っていくのが私たち のやり方になります。うわー、これは確かに難しい問題だ。天気に国境はないから決して日本だけの課題ではないし、どんな安全基準を作るべきなのか、世界ではどんな国際基準のルールを設けるべきなのか、そしてどういうアプローチをすれば他国の人たちに理解してもらえるのか、こうした課題に取り組んでいくこともとても重要なことなんだよ。ご覧いただきましたように、我々人間が台風を人為的にこう介入して勢力を落とすということはまだまだたくさんの課題があります。しかしそういった課題を一つ一つクリアしていくことで、まさに台風の脅威を恵みに変える、こういった大きな新しい研究を我々は進めています。サイエンスやテクノロジーなど科学分野の技術発展と同時に生まれてくる様々な課題、何をするにもメリットとデメリットがあって100点満点の答えはない。これからは好奇心と広い視点を持って自由な発想で解決していくことが必要なんだ。それこそまさにスチームの考え方、未来は君たちの手にかかっているぞ。